カスピ海っていうところを見た時に対岸にあるのがイラン船舶が激しく往来しているっていう話でまあソ連の失敗って軍需に偏重だったっていうところで、うん、天然資源も非常に豊かだし、うん、ロシアが憎いわけではないので、うんうん、とても残念だす。うんうんうん あの最近考えているのはあの、まあ、大学院生の頃でしたっけねあのトムスクにちょっと行ったことがあってまさに、えー、のノボシビリスクの近くですねこの、うん、オムスクまあここ辺ですかね。でそこら辺にちょっとこうお、まあ、短期滞在で行った時に見た地図っていうのはなんかこうこれをこう逆さにしたような感じなんですよね。北極をまあ下に持ってきてき、うん、そここからこう まああのそれこそこカザフスタンとかがまあその先にあってっていう地図をこう見た時にだいぶこうロシアから見たあのなんていうんですか戦略正面とか世界観とかっていうのはなんか我々が普段見てる地図とはちょっとこう違うのかなっていうところをまあ最近またちょっと思い出したというか <laughs> いうところがあってでこのヨーロッパサイドっていうのは基本的にはもうここはまあかなり。 厳しい状況にあると、うんうん、でただし結局ロシアのこう多分戦略的なというか何て言うんですかね外交的または軍事的なこの重心性っていうのは非常にある、うん、まあこれはもう当たり前のことなんですけどもロシアから見るとやっぱり。 この国会から先の,、まあこの地図ではちょっとカバーしてないですけれどもこの中東アフリカ地域ですよね、うん、この地域ってやっぱり、まあ、あの前も少し話題になりましたけどもトルコがあってボスポラスダネス海峡を通じてやっぱり今エジプトとの間での交易が非常に盛んで、うん、ノボロシスクとエジプトの間で相当船があの頻繁に動いてるっていう話をこの間、うん、あの調査 報道かなんかですね。それってあれなですか？穀物輸出？ええとですね、アメリカの制裁戦ですね。ああ、なるほどね。エジプト経由でいろいろ本来買えないものを買って、で割と前線近くに入れてるんですよね。そうですスクだからね。そうですね。うんっていう話とかを見て、であとこのカスピ海 っていうところを見たにに対岸にあるのがイランなんですよね,ですよねでここも相当この船舶が激しく往来しているっていう話で、まあ、何を積んでるかある程度は明らかな気がするということで割とこう前線を支えるその社会経済的なコネクションっていうのは結構こうロシアが深いなというかしっかり持ってるな いいううとととところを、まあ、最近考えてるというのとあ,と、まあ結局のところロシアから見れば一旦この赤いラインを切ったとしてもその他のところですよね、うん、あのにすぐこう切り替えが効くっていうところは、うん、あ,のあるんじゃないかとあと最近これは北朝鮮にまでこのラインが伸びるようになって伸びて、ねうん、困りますし、うんうん、その重心性というか,、うん、なんかそういったところをもう一回こうロシアの継戦能力を見ていく上で、うん、まで非常にごく当たり前の話ではあるんですけれども。うん ほら世界一長い国国境線を持った国なわけですよね、うん、だからこの長谷川さんの地図でいうとこの,この西側の赤いところその西側との関係が今切れちゃってる、うん、まあもしかするとそこにあのえっ、ー、とこのに日本との関係っていうのはるか、ね、分かんない。はい 日本との関係は切れちゃってるっていう部分も多分入ると思うんですけど、まあ、あとはこの3方ぐらい切れてるけどユーラシアのこの南に対してはほぼ全く切れていないこの長いこの国境線でまだつながり続けてるっていうところは。 見落としがちで、それが多分長谷川さんがトムスクで、あの逆さ地図を見たときに。真っ先に直感すたじゃないですか。やっぱなんかこう、人間の目線ってこう上の方にう。そう,そう,そうなんですよね。だからその重要、人間の脳みそが直感的にこう重要だと思うところを。グリッと入れ替えてみると。確かに、あ、ロシアってこんなにも広い世界に向けて開かれているんだなっていうふうに思うんううですよね。 それがどうしてもわれわれ西側の人間というのはロシアの,このいわゆる先進国とのこことの関係ばっかり見てしまうんだけどそれだけではないそれもともちろん大事なんだけどそれだけではないっていうことですよね。やっぱこうロシアってしかも何でも基本的に自分のところで出るので経済が潰れはしないんですよね。 やっぱそのソ連の失敗って完全に物流とか国民の需要とかの把握とかをしなかったうん、うん、で軍需に偏重だったっていうところで、まああいう物不足とかが起きたわけですけど、うん、やっぱりある程度市場原理で今経済が運営されてるので、うん、あそこまで極端な物不足にはやっぱロシアならないんですよね、この戦争で非常に苦しくはなってるんだけども。うん でまああのー、この先とんでもない経済危機とかになる可能性はあるけれどもあ、まあ、最低限やっぱり国民は飢えないのだろうとは思うでそこにやっぱりユーラシアの国々との接続性みたいなものは依然あるっていうのは、うん、あ難しいだからやっぱこう特に誰も目指してもいないけどこの戦争でロシアという国が敗北するとか崩壊するってことは最初から考えられないんですよね。 ただあの、ウクライナにおいて戦略目標を達成できないということが大いにあり得て、これがなんというか我々が追求するベストシナリオであるべき。 だってほらやっぱりこれねこの地図でいうとあのかつてソ連はフィンランド攻め込んだわけじゃないですかこの、ね、冬戦争継続戦争ってい、ね、う、まあ、最終的にロシアが勝つんだけども、うん、でもやっぱりこう完全にあのフィンランドをソ連のなんかこう手下にするって目標はできなくて、まあ、せいぜいこう中立国にするぐらいで。 あ,のあとやっぱりこっちの方で言うとねあのベトナムですよねベトナムに対してアメリカも攻め込んでいき中国も攻め込んでいき、うん、でもやっぱりあのベトナムを従わせるという目標は達成できずに撤退している、うんまあ、あるいはアフガニスタンがそうであると、うん、だからまああのそこのところをやっぱり今後ウクライナに関してはあの腐らずに追及していくべきなんだろう。これからあのねえー、っと フィンランドが NATO 加盟しちゃったから北極、はい、のこのムルマンスクのとこにあの一個軍団、はいえー、でこっちのカレリアの方にもあのもう一個軍団ぐらい置かなけなくなっててこっちの方も当然こう増強するんではい、はい、兵力150万まで増やすんだとか言ってるわけですけど、うん、これやっぱね金も人間も食う話ですからねだらだら続けることができるとしても、うんまあ、その分のあの コストをなんか他のことにかけていればもっとロシアってまとめる、うん、ことになるわけじゃないですか。そこのところがね大変こう残念というか残念、ね、<laughs> な国ですよね。もっともう潜在的なあの力があるっていうふうにやっぱりその千九百九十一年にソ連邦が解体して、うん、でまあ新しく こちらが開けけたわじゃないですか日本としては非常にこれからロシアとの付き合いみたいなものも考えてた時期があったと思うんですけれどもやっぱその時言われたのはやっぱりこのロシア天然資源も非常に豊かだし潜在的なパワーありますよねっていう話だったんですが今やっぱり潜在的なパワーを変な方向に。僕も決してロシアが憎いわけではないのでとても残念で本当はもっと伸びられる国だろうなと思うしロシアは豊かで付き合えるパートナーだったら日本日本 日本にとってだってどう考えて得なわけじゃないですか特にやっぱこう日本の、うん、日本海側とは結構衰退してるエリアも多いわけでこことねなんとかっていうのが、ねうん、残念ですね残念なことになっちゃってむしろ安保環境としては非常に厳し,、まあ、厳しくなってくる、うん、特に防衛省的には悩ましいですね まあ結局、だからこう今、ロシアとウクライナが大変に激しく競ってるんだけど、どっちも今のところは、なんか決定打が出せていないって感じですよね。去年、プリゴジンさんが頑張って取ったえこのバフムトの方であるとか、あすね、まあ要するにここ今,今、こっちの北の方からこの辺まで,ですね全面的にロシア軍がぐぐぐっと押し気味になっていることは間違いないんですよね。でウクライナ軍としてはやはやりこう 防政を取りながらだんだんだ引からなな、うん、じゃあこれでロシア軍が一気にこの戦況をなんかこうバーン大突破してこのハッキ地の方まで行くとかですねドネツクの残りのところを行って、うん、あのパブログラードの辺りまで占拠するで、まあうん、あのまあそこまで本当に行った場合っていうのはあのロシアこのド,ドニプロの。 東側のかなり広範なエリアを占拠するみたいなことも,、うん、も考えられなくはないっていうの、うん、これが多分当面かあの想定される最悪のしなだと思うんですけど、うん、これができそうな雰囲気も今の先もですね当面の間はこ,こ,こ,のこの辺の戦線においてこういうこの戦線の形がブワーンと変わるような、うん、あの大突破が起こるっていうよりは、まあ、こうず,ずっとこの。 え前線付近でこのぐ,じぐ,じぐ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 じと,と戦いが続いてなんか何キロ進みましたみたいなことが繰り返されると、うん、そこでおそらくこう陣地を掘る戦場公平能力とあの1日何発大砲撃てるのかっていう火力がえ問題になってくるんだろうと、まあ、そういうい戦争ウクライナ語のやっぱり火力ですよね。うん、そこががどのくらい弾がねうーん ただロシアも決して十分ではないと思うんですよねだからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な奇襲と速度はすべての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると。